えー、こんばんは。農家との編集でお送りしてます。ニジ・ユンタク。えー、主に、え、抱研究チャンネルさん、近藤さん、体調悪いのに、えー、情報が多いですね。本当に、えー、本当に、ウクライナ、今回の、えー、戦争、北は、この、ハルキューの上の水人州から、この、えー、先生が長いですね。日本で言えば、この、北海道の札幌から、この、静岡の浜松、えー、上は、ハルキューの上の水人州、また、えー、この、ハルキューですね。そしてク、クパンスク、そして、スバトバ、えー、クレミンナ、セーブレスク、ジ産サンシク、そして、 えー、バックムットの奥のチャ,シャチャシアール、チャシアール、そしてアウディウイカの奥のチャネテ、そしてこの、えー、マリンカの方の、また、ベオロスエルシカ、また、オリヒュウ、これに本当に先生長くて、この各方面、えー、チェックするのは大変ですね。えー、近藤さん、毎日毎日この、ウクライナ戦、えー ウクライナのこの参謀本部からのアップされていることで、えー、毎日毎日この1000人以上が、えー、犠牲になっていますけど今回はこれは、えーえーまあ、1000人切ってますけどこの削って削っていますね、えー、この新防衛研究サイさんコンラボさんのこの、えー、新防衛研究サイドのウクライナ選挙2024年6月の13日今日は14日ですね、えー、13日木曜日ですけど実際は12日の水曜日の選挙ですね、えーこの ウクライナこれクルミアに3日連続のミサイル攻撃続くこの、えー、この被害状況ということでウクライナ軍頑張って本当に、えー、クルミアあオタクを目指して、えー、3日連続空爆してますねまず一方そういうどっかなロシアかわからないですけど。えー 北の、えー、っと上の方のク,クリミアを、まあ、ああ諦めたじゃないかということでこのロ、えーえー、シア領内に近いこの、えー、ク,チオアシクリミアアオシシアルトクルの南の方を固めているんじゃないかとそういう噂もされています。えークラ 300 s 400またと本当にクリミア半島奪還このの一回としてこのこの f 16来たら今度ほとんどこの今回はこのクミアの方においてはウクライナが空声優勢取れということでウクライナ軍頑張って a タクムスで3日連続棒を叩いています本当に一部このロシアはこの 肉弾戦ですね。白い平行線で押し、えー、てきますけど、ウクライナ軍はあまあ下がっても、えー、この被害を出さないように、えー、戦力を削っていますね。えー、今回はこの千人を切りましたけど、ウクライナ軍各前線で、えー、頑張っています。えー、西側の支援も届いています、えー。このプーチン始めた、クリミア併合を始めたこの、えー、武力に,力による力による現状変更ですね。このドンバスの 部分戦争、そして今回の全面戦争絶対にこのプーチンによるこの力による、えー、武力による現状変更を許すものではないです、えー、このソ連崩壊時の,のウ,ウクライナのこの完全な主権の回復ウクライナに平和ウクライナに、えー、栄光あれですねまさあとですまさあとこのウクライナを応援するチャンネルです引き受けこの新防衛研究チャンネルです近藤さん体調お悪いですけど大変な情報量ですねまた情熱草チャンネルとまた登山ン tv さんとまたネット大使さんとまた他のいろんなこのメディアこの情報ソースからお送りしていきたいと思いますマサートです、えー、マサートのこの YouTube チャンネル登録またコメントいいねボタンとよろしくお願いいたしますまた聖書を学びたいというお友達も募集してますのでよろしくお願い,いたします次回のニュース4択でお会いいたしましょうマサートでしたし